ジュリアン・ゾンマ・ビル・ハッチャーは、アメリカ陸軍の軍人で、銃技術者。ストッピングパワーの研究を行った初期の学者で、ハッチャースケールを作成し、銃の研究開発で、いくつかの著作を残している。引退後は、全米ライフル協会の発行者アメリカンライフルマンのテクニカルライターを務めていた。バージニア州ハイフィールドの生まれ。 1909年にアナポリスを卒業した、エノリア・ダシールと結婚して3人の子供を設けた。陸軍少将,将としてアメリカ陸軍武器下のスモールアームズのチーフになり、銃器開発でスプリングフィールド銃や M1 ガーランドライフルの問題解決を行った。1916年にホッチキス M1909 機艦銃の問題を解決するためにメキシコとの国境へ派遣される。 兵士が誰も機関銃を適正に使用できていないことが問題であった。兵士を訓練するために最初の機関銃学校を設立したロックアイランド兵器製造所で開発されていたスプリングフィールド M1903 小銃の問題解決を行っている。この時にレシーバーの左側に開けられた破裂防止穴はハッチャーホールと呼ばれている。ありがとうございます。